プロボクシング WBO 世界スーパーフライ級52、1キロ以下、王者、中谷うると MT が27日、神奈川県警の相模原北警察署の1日署長に任命され、防犯と交通安全を呼びかけた。柴崎正美署長から移植状を受け取り、初めて警察官の制服に身を包んだ中谷は道署内を回り点検視察、武道場などを見学。 署員を前に講話なども行った後、相模原市内のショッピングセンター前に移動して市民に防犯や交通安全などを呼びかけた。子供たちの歓迎も受けた中谷は、僕も小学校の頃に警察の方が来てくれて、懐かしいなと思いました。警察官は憧れられる職業というイメージを持っていたので、制服を着ると気が引き締まる思いで、しっかりしないと思った、と話した。 レアな4ドアの GT-R のパトカーや白バイに乗せてもらうと、サイレンの音が大きくてびっくりしました、と目をパチパチ。それでも初めての経験に、パトカーに乗れたりして幸せでした。市民の方と触れ合うことができて、とても有意義な時間を過ごせました、と笑顔を見せた。次戦に向けてはすでに練習を開始しているが、スパーリングは試合が具体的になってからという。 スーパーフライ級か一階級上げてバンタム級で世界三階級制覇を狙うかはタイミングがあるのでと明言はしなかったが戦うという意識を持っていけばどちらでも戦えます。決まれば全力でやりますと話した。今月8日からはドミニカ共和国で行われた WBO 年次総会にも出席した中谷。フランシスコ・バルカルセル会長や世界の競合らと対面。 ウェルター級、66、6キロ以下の4団体統一王者テレンス・クロフォード、米国、スーパーフェザー級、58、9キロ以下のエマニュエルナ・ナバレッテ、オスカル・バルデス、共にメキシコ、ラ・シン級 WBO 王者ら世界のトップファイターらとも会う機会があった。クロフォードと握手してての大きさにびっくりしたり、バルデスからはスーパーフライ級王座を獲得したアンドルー・モロニー。 オーストラリアの壮絶な12回計大勝ちを、やばかったね、と祝福されたという。172センチと、クロフォードとほとんど変わらない身長に周囲もびっくりしたが、流れてからも関係者を通じて、スーパーフライ級には見えない、と驚かれたという。世界の強豪との触れ合いに、刺激になった、という中谷。11月には一日消防署長も務め、秋の火災予防を呼びかける予定だ。